組み合わせ隙間ゲージ隙間ゲージは、リーフと呼ばれる薄い金属板を隙間に挿入し、その隙間の寸法を測定するための工具である。シックネスゲージ、シックネスゲージなどとも呼ばれるが、この名称は、物体の厚さを測定するための工具に対しても、用いられる。ノギスのくちばしでも、隙間を測定できるリーフの先端部分上が B 型、下が A 型隙間を測定する工具は他に、 ノギスやテーパゲージなどがあるが、それらでは測定できない、狭い隙間であっても正確に寸法を測定する工具として隙間ゲージがある。隙間ゲージの一枚一枚をリーフという。隙間ゲージは日本工業企画によって企画化されており、競技の隙間ゲージとは一枚のリーフを指す。リーフは一般に金属製で材質上。 互いに平行な面同士が向き合う隙間には適しているが、曲面やひび割れた面などのような荒い面には適していない。リーフは1枚ずつ単品でも入手できるほか、厚さの異なる何枚かのリーフを留め金でまとめ、ケースに収めた組み合わせ隙間ゲージとしても市販されている。リーフは先端の形状により2種類ある。先端が丸いものを A 型尖っているものを B 型という。 リーフの厚さは 0.01mm から 1mm 程度。リーフの長さは7.5、10、15、20、30cm のものがあり、場面や用途によって使い分ける。隙間ゲージは、リーフを隙間に挿入して正確に隙間を測定する工具である。使用に際しては事前に清掃、点検をし、表面に汚れや錆び傷がないことを確認する。 リーフの表面、すなわち測定面の異常は誤差の原因になる。特に薄いリーフは切断しやすく、その断面は鋭利でありしを傷つけることがある。測定対象となる隙間に対し、管理値や過去の測定値などからその値の、おおよその検討をつけ、それに見合うリーフを選ぶ。リーフは1枚ずつ使用でき、また何枚か組み合わせて、任意の厚みにできる。 組み合わせるときは枚数ができる限り少なくなるようにし、また薄いリーフをより厚みのあるリーフ同士で挟むようにする。リーフは隙間に対して水平に挿入する。入らなかった場合は無理に挿入せず、リーフの厚みを減らす。逆に容易に入りすぎるようであれば、リーフの厚みを増やす。隙間ゲージによって測定し、決定される隙間の寸法とは、よく清掃し、 薄くというしたリーフが、型がなく滑らかに、しかもしっくりと測定する隙間に挿入される、リーフの厚さの寸法を言う。確認のため、もう一段階リーフの厚みを増やして挿入してみるのも、良い。隙間ゲージは、その詳細について、日本工業企画によって企画化されている。ありがとうございます。